Hey, こんにちは。3月14日のしゃべりすぎゲーマーへようこそ。ようこそいらっしゃい。ハロー、いらっしゃい。ダニエルです。レッスン、クラベです。野口です。はい、今井です。ですね。今週はね、話題とか何があるんだろうね。とりあえずみんな、スイッチ。続けて遊んでまして、あんなにね長く遊んでみてどう思ってるのかとか、FF15 の DLC とかシャドウオブウォーの話とか、そういったものあります。そして皆さんのコメントも拾いたいと思ってます。ありがとうございます、はい、いつもコメントいただき、その前はまず、今週何を遊んでるのかっていうところからでいいのかなと思うので、はい、今回はじゃあ今井さんからあ、僕からですか。珍しいな、はい、俺じゃなくて俺から、はい、どうも。じゃあ私前回と引き続いてあまり新しいものは遊んでないんですけど、はい、唯一新しいのは、ヘロウォーズを、これちょっと仕事というかレビューを、今掲載するんで、その掲載のチェックのために遊びました。なんで、チュートリアルと最初のステージちょっとやってぐらいなんですけど、ちょっと、もっと時間があったらもうちょっとやりたいなってはあります。野口さんもやってるよね。僕も遊んでました。2人とも前作やってますか？僕はやってない。僕は遊んでます、野口くんはやってんだよね、一応続きもんですね、ストーリーとしては。ああ、そうか。でストーリー的にやっぱ1からやった方がいいかな。そうでもない、大丈夫ですよ、2からでも、はい。まあもっと言えばだからヘイローやれって気もなるけどまあそこは同じユニバースの話だから、なんかそのゲームとして見てもかなりカジュアルですよ。カジュアルですね。まずヘイローボースって何というと、そう、知らない人、ね、まあ、ヘイローは皆さんご存知ですよね。ヘイローグラムとか、Xbox のハローみたいなやつ。ハローみたいな。ヘイローはね、この頭の上に、その天使の頭の上につくやつ。あれがヘイローリング。ヘイローヘイロー。まあ実際は作中の超巨大兵器みたいな。ヘイローっていうの名前がヘイローです。それは正直言ってちょっと知らなかったっす、いいです、全然知ってたけど、一応 FPS としてさ、ゲーム知らなかった、長い歴史があるのはもう言って、みんな知ってると思うけど、そのマイクロソフトの長い歴史が、で、ヘイローウォーズはその中の、要するに FPS から RTS に変えた、なんていうかフランチャイズとしてはスピンオフ的なやつですね。それが結構面白く、なんてそのあれだけ壮大なシリーズにしては結構地味なジャンル連れてきたんですよね。それは日本人じゃないけど日本的な考えだからRTS は世界ではすごい人気なジャンルだよ。まあ、コンソールではあまりですけど、ね、そんなこう爆発的に売れるようなジャンルなのものには、だってスタークラフト多分、あ、そっか、世界でどんだけ売れたっていう。あ、そっか、そうだよね。あとシムシティとか、シムシティちょっと違うと思うけど、シムシティは RTS かな。RTS、でもどちらかというと今上がったゲームだって、もちろんその最近でも新作は出てるけど、どちらかというと一つ前の時代のイメージが、それはイメージ、実際 RTS は今でも作られていて、ね、あまり日本では流行らないんだけど、ヘイローウォーズあるでしょ。あとあれ去年のあれは大きかったよね。どれ、なんだっけ、去年すごい絶賛されてた RTS が一つ出てたよね。なんだろう、去年また曖昧なこと言いシビライゼーション6。違います。いや、RTS とちょっとターンベースだからね、それ。忘れました。もう一つあるのはウォーハンマーですよ。ウォーハンマーの40K って、いつも何と呼ぶか分かんないけど、あれが40,000 めちゃくちゃ SF 設定のやつね。あれは海外ですごい人気です。なるほど、地味ではないと、ジャンルとしては。あと映像も最近はやっぱりね綺麗になってるし、ウォーハンマーとか超エフェクトバリバリですごいですよね。すごいよ、ズームしてズームしてるにしてもすごい細かい動きしてて、ヒャッハーって感じで、ちっちゃなやつをブワーってガトリングで殺してるとか。ヘローウォーズ2もその感じ。ヘローウォーズもすごい綺麗、シネマティックなところも結構ありますね。結構細かくズームインとかもできる。できる、あんまりズームすると操作難しいけど。じゃあ RTS になってどこがヘローらしいところですか。そうね、それは野口くんに言ってもらう。僕ねですか、やっぱヘローユニバースのあのキャラクターと海兵隊からスパルタンとか出てきたり、敵はあれだよね、あと乗り物、乗り物もいっぱい出てきて、そういうおなじみの乗り物、おなじみのスコーピオンっていう戦車、めちゃくちゃ強いんですけど、FPS の場合でも本編か、ああいうのを自分で操作して作ってっていうのはやっぱ面白いですよ。やっぱヘイローだって思う。ヘイローだと思います。 UNSC の艦隊を率いて、あとはやっぱり軍事機で作ったりなんで、コントローラーで操作するようになってますね。で、RTS って基本これだから、マウスと&キーボード、ちょっとやっぱり無理があるとは思うんだけど、それでもカジュアルにすることでよくまとめてて、あとね、最初のチュートリアルとかもなんか逃げるんだけど、
なんかほとんどアクションゲームみたいな感じする。舞台をこっちに逃がしながら、まあそこで戦闘が自動で発生する。かなりアクション性高い。アクションっぽくなる。なります、ね、確かに。シンプルですもんね。かなり。そうそう。なんで多分 RTS 初めての人でもこっから入るのは一番いいかもしれない。ローカライズはどうなんですか？ローカライズはまあまあ翻訳じゃないですか。普通だけど、吹き替えはないよ、ね。吹き替えはないです。字幕吹き替えはないけど字幕は全部、はい。じゃあでもその方はね、その雰囲気も味わいながら。うん、まあ全然だから最初にヘイロー好きな人はまあやればいいと思うけど、うん、そうじゃない人も全然おすすめするタイトルだと。簡単だし。簡単。それいいね。結構ハードル高いイメージがあるイメージありますね。あります。結構その時間も限られてないから好きに行動できる。結構覚悟が必要なイメージ僕も最初はそうでした。ハードル高いイメージ。でもキャンペーンモードがちゃんとついてるからキャンペーンモードしっかりできてますよ。なるほど。ストーリーと合わせてこのマップだ、マップが毎回違ってなんかどういうなんかそのどういう拠点を抑えていくみたいな設定とかいろんな、うん、途中でちょっとミッションで話がちゃんと挿入されるっていう、うんうん、まあウォーハンマーも最近そういう風によくできてるんだけど、だから RTS ってなんかちょっと苦手意識ある人いるかもしれないけど、うん、やってみようと、やってみてもいいと思います。わ、うん、かりました、ね。はい、あとはですね、あとはですね、まあそうですね、まあこれも昨日先週の続きなんですけど RTS から発展したモバですね。リーグオブレジェンズを、ね、まあ言ってましたね、続けてやってましたね、うん、これはもう特に語ることないですけど、まあ日本のサーバーでやってて、日本のサーバー意外とね雰囲気よく今なってて、変なプレイしても怒られない。よかったです、うん、それは本当にそれは今井さんにとって大事ですね、うん、まあ見ないとって大事だと思う。見ないとって本当に仲良くやれるのはいいですね。どれぐらいやり込んでます今？どれぐらい、まあ1日1戦ぐらいしてるぐらいだけど、1回の試合が45分とかかかるからね、うん、それ以上やるのが結構辛いけど、まあそうだよね、でもまあやっぱ面白いよ、うん、すげえ普通のコメント何のキャラクター使ってます？僕は基本的にメインは ADC っていうその一番下のレーン、ボットレーンでその最後に強くなるキャラクターなんだけど、うん、なんで失敗すると非常に厄介なんですけど、最初の方にねその成長できなくなるとまずいんですよ。まあモバっていうゲームはそのゲーム内でレベルアップするから、うまくレベルを上げていかないと最終的に弱くなっちゃうんですよ。そうですね。なんで僕のキャラクターはアッシュっていう弓矢使うキャラクターだけど、まあ普通に結構昔からいる、うん、結構簡単なとこと難しいところあるから何とも言えないね。ただウルトっていうその必殺超必殺技みたいなのはいつでも強いから、それさえ間違えなければ貢献はできる。なるほど、うん、まあ、もうちょっとやりますねこれは、はいはい、であと最後は、後で話するけどここで話してしまいます。あとでニュースの話、まあシャドウオブウォーなんですけど、あとででいいか。じゃあシャドウオブモルドールをやってます続けて、うん、なんであとでもう一回話します。はい、はいはい、いいですかね。じゃあどうしよう、クラベさんは何ですかね。はい、僕は引き続きゼルダやってますね、はいはいはい、今発売から11日経ちましたが、いいですね、80時間ぐらいはもうプレイしてると思いますね、うん、でまあ今までは、ね、レビューだから仕事だからっていう言い訳ができたんですけど、もうクリアしちゃってレビューも書いたから、うん、あんまりもう言い訳ができないんだけど、それでもまだやってますね。で、うん、ストーリーをクリアして、そのメインミッションも2位のものがあるんだけど、はい、2位のものを含めて全部やって、メインストーリーはメインクエストは、うんうんうん、で1回もね、多分その時点では 6,70 時間やって、ちょっと1回休憩しようと思って、もうちょっと疲れたと思って、しばらくもう例えば DLC が来るあたりまで、うん、もうちょっとやめようと思って、でご飯食べに行ったんですね。で食べて家に戻ってきたら速攻またやり始めたからね。それぐらいの中毒性が。じゃあ今何を目標っていうか。今ですね、試練の祠っていうのがあるんですけど、うん、それを全部探す旅をしてまして、コンプリート、コンプリート、コンプリートですかね。それ全部で120箇所あるんですけど、僕かなりもいろいろ探して今約60箇所なのでまだ半分ですね。でその探しながらいろいろと今まで見なかったものが結構見えてきて、ここにこんな遺跡があったのか、はいはいはい、それは完全にその目で発見するしかないの？一応なんかセンサーみたいなのがあるんだけど、 あんまり当てにならないの。当てにならない、まあ、センサーちょっと使えないし、うるさいしな。そう、うん、この辺にあるぞ、まあ、でももうそれ多分ダニエルさん序盤だから、あやるところにまああるからずっと鳴ってるんだけど、そうそうそう、僕の場合はあれが鳴るまで結構時間がもうかかる状況になってた。あ、今あるんだ近くにって言って、で一応その方向に進むとセンサーがより敏感になるはずだけど、変わらない、いや敏感になってって
って鳴ったと思ったら急に音が止んだ、あれどこだみたいな。何それ面白い。あんまり使えないね、あのセンサーは。そうそう、だからそうやって探しながら結局探していた試練の祠と全く違う発見があったりしますね。まあそれはオープンワールドだとありますよね。まあ、ありがちだよ。だからそれは、そうそう、それが面白いよね。それが面白い。うん、あ、こんなのあったみたいな。そう、あったと。でも結局さすがにね、もうある程度いろいろ見てきてるから、その何かの発見があるまで結構時間がかかるようになってきたから。はいはいはい。そう、だから結構たまにもう本当に探すだけの30分とかっていうのがあって。うんうんうん、さすがにそこまで来るとちょっと DLC でコンテンツがより充実してくるまで待とうかなと思うんだけれども、なんか一つ面白い出来事があるとやっぱまたそのあの世界観ってまずいるだけで気持ちいい、気持ちいいところある。そうそう、僕もほとんど今週、まあ、他に少しだけ遊んでるけどほとんどゼロだで、何て言うんですかね、こうじゃあちょっと20分30分だけやってみようと思ったら急に3時間後になってしまったよね。もう今週ほとんど寝てないというところ。俺もそう、俺もそう。え、何時間ぐらい遊びました今？まだまだまだなんですけど10、まあ、ゲームクロックないじゃないですか。まあないよね。だから遊び見ると多分 10時間ぐらいかなと思うんだけど。ダンジョンとかも行きました？いやダンジョンまだ行ってないんだよ。10時間で最初のダンジョン。あのどっちかというと料理料理するのすごく楽しく。あ、料理。なるほどね。あのこういろんな素材とか扱ってこう、はいはいはい、あの合わせて焼くと違う、あの、あれ面白いね、違うこう料理も作れるし、その料理によってこうあの自分のこうスタミナとか、そう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 、あの自分のこうスピードとかの影響があって、うんうん、でもあれってね、なんかそのすごい影響がたくさん、例えばハートがたくさんもらえてスタミナも上がるようなアイテムの嬉しさよりも新しい名前の料理を作った時の嬉しさの方があ、カレーライスできたとかって、あんまりハートが増えなくてもその新しい名前の料理で燃える。レシピが増えて、それはなんかコンプリートするようになんかリストあるんですかね。リストあるんだね。レシピのリスト。いや、ないんですけど、あ、そう言わない方がいいか。まあ、うん、はい、基本ないです。基本ない。逆に言う。基本ないけど、ね。ちょっと、まあ、いや、うん、遊んでない人にはね、じゃあ言わない方がいいです。あのゲームって結構、まあ、そう、その流れでダニエル、ね、いきますけど、あの、なんていうんですかね、本当にいろんなゲームからこうシステムとかパクってまして、あの主に影響を受けてます。いいところ取ってや、優しく言うと、うん、あのやっぱまずメタルギア5だよね、あのファントムペイン丸々こう似てる部分がすごくたくさんありまして、それがすごい俺も思うところがあって、まあ、あのこう例えば敵のキャンプとか見つけて、じゃあこうどうやって静かに全員殺すのかとか、うんうんうん、そういうところとか、まあ、ステルスの部分と、うんうん、ブラッドボーン、まあ、またはソウルズシリーズのこう、うんうんうん、なんていう、あのバトルシステムとか、うんうん、まあ、同じじゃないけどちょっと似てまあ、でも元々近いところあるけどね、ゼルダのそのロックオンシステムとか、うん、まあ、ロックオン、そもそもロックオンを最初に作ったのはゼルダだからね。あ、そうなんですね。 3D ゲームじゃなかった。ロックオン、そう、うん、確かに、まあ、うん、まあ、データもなんか、まあ、中止するシステムでしょ、まあ、あとまあちゃんとこう敵のムーブをちゃんと読んで、だからそれでもそれは結構ね、どっちかというとダークソウルがゼルダから学んだ部分でもあるような気がする。そうそう。でもあの俺がもっと原始的な意味でメタルギアと5と今回のゼルダが似てるなと思うのは、うん、そのメタルギアも要するに今までそのモダンな意味ではオープンワールドじゃなかった、まあ、あらゆる意味でメタルギアはオープンワールドじゃなかったと思うけど、うんうんうん、そういう日本の古いフランチャイズをオープンワールドに持ってきてエッセンスを残しつつそれを実現させたという意味ではすっごい、うんうんうん、はい、同じところがあって、あ、なるほど、ね、ゼルダもそのみんなが愛してるゼルダの部分というものをしっかりと捉えて残しつつ、まあそのモダンのオープンワールドに仕上げたという意味ではすごいメタルギア5と通じるところがあるなと思いますね、うん、そうそう。あと単純にこうアートスタイルっていうと、あと、はい、うん、まあいろんな意味だけどね、あの上田さんの作品以降ワンダートリコ、似てるとこいっぱいありまして、あ、馬乗ってるのはまずワンダなんだけど、それも逆じゃない、お互いに影響あると思う、お互いに影響あると思うんだけど、まあ、それこそはっきり言ってた気がするですもんね、あの以降 の上田さんがね言ってたっけ、そうそうそう、お互いにあると思 う、うんうんうん、こうカラーパレットはやっぱり似てるとこもあるし、あの、まあ、あとはもちろんこうタワー
かあるから、もう超アサシンクリードね。そうね、アサシンクリードユビソフト系の、それは新しく確かにすごいあるね。アサシンクリードってどこまで全て登れるの？その山とか。ほとんど登れますね。山も。いや山は出てこないから。あのゼルダはね、さらに建造物は全部。建造物はね、うん、都市だから。確かにその登るところもタワーも両方アサシンクリードっぽいっていうか。またトゥームレイダーの部分も見えてくるし、こうなんていう、うん、動物をと戦いながらとか、あの、まあ、サバイバル的な、ね、サバイバル的な部分ですね。あとその料理の部分も、まあ、モンハンにも似てるし、うん、あ、そうなんだ。あと、クッキングママですね。なんかそれ料理っていうだけでも今ちょっとごちゃ混ぜになってるのが、ゼルダがそもそも最初から作ってきて、それを他のゲームが影響を受けてるものと、逆に今回ゼルダが新たに影響を受けたもの、その両方があると思うんだけど、そうですね、うん、だから僕が今までそのゼルダシリーズ、まあ、興味は持ってたけど、そこまでなんか引きつけられなかったっていうところなんですけど、今回やっぱそういったこうシステムも、まあ、いろんな好きなゲームからこう学んでるというか、影響されてるというか、あのそれもありつつ、そのゼルダの、ダニエルさん今までどれぐらいゼルダやってないですか？ちょっと、いやだから本当にちょっとですね。それもしかしてやったら好きなんじゃないかって気がするけど、好きかもしれない。時間差あればやる。トワイライトプリンセスとか、ああですね、絶対好きだと思う、うんうん、あとね、そのブラッドムーンっていうんですけど、赤い月、はいはいはい、があって、ゲームをプレイしながらこう、3日間ぐらいか、まずゲームそのクロックがあるんですけど、ランダムなんですよね。ランダムじゃないと思う、時間が経ったら、いや2日間連続とかの時ある。あ、そう、うん、ランダムなんですよ、まあ急に月が赤くなって、全て今まで殺した敵がリスポーン、復活するんですね。それが非常にモダンな、で確かに、ね、この間遊んでて、こう結構でかいキャンプを見つけたの、はいはい、で上からこうパラグライダーで下にこう、よし全員殺そうと思っていいとこにこうとまでに飛んで、はいはい、すごいでかい戦いになったんですね、はいはいはい、でもうギリギリでなんか勝てそうなところで、あと1匹しか残ってない段階でそこで赤い月が赤い月になって、全てこうリスポンスされて、それは嫌だね、面白いな、と思って、これ絶対無理だなと思って絶対にやられちゃうと思って、こうとりあえずちょっといいところに逃げて、でも まあまだその同じキャンプの中で、のところまで逃げて、こう、まあ、ちょっといいポジションから、じゃあまた立て替え直すと思って、でまた全員こう殺して、なんかすごいいい気持ちだったな。それでまた赤い月がやってきて、面白いね。だからそういったこう、まあ、イマージャントプレイみたいなところがあると、すごくなんかいいな。そこがすごい本当になんかゼルダらしくない、良くも悪くも、今までのゼルダにそういうその敵がどのタイミングでリスポーンされるのかとかっていうのは全くなかったから、基本的に一回そこ離れてどっかの家に入って戻ればまた、ロードっていうタイミングで基本的に更新されるからね。まあ、今のオープンワールドでも昔のものは結構そうだったって、ただ最近はやっぱりそのどういった形でリスポーンするかっていうのはやっぱ結構考えられてるよね。まあ、それはもしかして、まあ半分なんていう、例えばダークソウルだったら、あのボンファイアを使うと、輝き、ああそうですね、そういったこう難易度を高くするためのところも、そういう理由なのか、単純にこうだってゲームデータすごく小さいじゃないですか、13ギガで、あんなでかい世界が作る、でたまに例えば敵を殺して、武器をすべてこう置いておくんですよ。でそれで取れるんですけど、はい、たまにこう自分のインベントリーがいっぱいになっているから、はいはい、もうこれ以上持てないだから、じゃあとりあえず置いておいて、もうちょっとこう武器を使って壊した時、じゃあ戻って取りに行こうと思って、もう存在してない、もうなくなったっていうところなので、メモリーの問題なのかというか、どこまで殺したなのか、こうシステムとして覚えられないという意味なのか、アイテムだけなのかな、どれぐらいそれ離れたんですか。いや、あんま離れてない、そんな離れてないんだ、それはもしかして誰かが拾った、拾ってって面白いけど、そういう可能性もあるでも敵は実際自分の落とした武器を拾う、そうそうそう、面白いね、すごいですね。だから敵をこう一回こう
あのなんていう倒して、うん、あの武器を取るのは一つの手で、ね、うんうん、あそう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 、敵がいやそう敵がもう、うん、あの武器にありつけない状態にしておくと、そう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 、まあ、なので多分誰がプレイしても違うお話になると思うんですよ。本当そうなると思う、うんうんうん、俺はどっちかというとね、あんまり戦わないもん、基本戦いを避けるプレイをしてて、うん、ダネエさんが逆にそのいろんな、ね、ステルスとかでその敵の基地に入って倒したりとか、結構その、うん、その人その人なりのプレイの仕方、ね、ありますよね、そうそうそう、はい、まあ後でその他にカバーしてないゲームあるのかな、そのままダニエル行けばいいじゃん、うん、もうダニエルさんの話入ってるでしょ、じゃあ、まあ、じゃあまず、ゼルダについてね、あの後であのレビュー出したので、ね、もう少し触れたいと、はい、僕の方ではそうか、まんまに大きく変わらないというか、まあ、メタルスラグ3のスイッチ版を、さっきちょっとね、あの2人でプレイしてみたりして、なんていうんですかね、まあ、スイッチの一つの特徴というとね、あのコントローラー2台がついてるというところで、どこに持っていても必ずコントローラー2台持ってるということで、うんうんうん、まあ、どこでも2人で遊べるというのは非常にいい魅力だと思ってまして、で特にメタルスラグとか、まあ、いろんなキングオフファイターズも入ってるし、うん、まあ、これからストリートファイター2の新しいやつも出てるし、なんていうそういったこうアーケード系のゲームすごい向いてるなと思ってまして、でもどうだろう、メタルスラックは大丈夫だけど、うん、まず大丈夫大丈夫じゃない、ね、大丈夫じゃないんだ、ね、ちょっと大丈夫じゃないっていう、大丈夫じゃない、あのまずジョイコンね、限界すぐ見えてくるというのは、限界見たらわかる、見たらわかる、操作は大変、これだからあのね、僕もメタルスラックでも大変なんですね、あのどこが難しいっていうか、な斜めの角度でシュートできないですよ、これだと。ああそういうことか、ね、ちゃん大体ジャンプしちゃうできるけど、斜め射撃ってさ、いや多分メタルスラないと思うよ、だからなんか反応したいや僕ついたよ、まつけた、あそうだ、ね、まあいずれにしろ、まあ、まあアナログスティックでさ、本当は D パッド向けのゲームやったら難しいっては当然あるんですけど、それはあるよね、ただし一人でもプレイしてみたら、これでねこうあれこれでプレイしてみて、うん、でこうスティックの代わりにこう、まあ、それ D パッド代わりになるとそうにしてもやっぱ結構厳しかった、そうだってさ、これさ D パッド代わりになるって言っても斜め入力結構難しいから、まあ、できないことはないけ ど、 けど、ね、やっぱりちゃんとした D パッドは欲しいと、うんうんうん、あとこれね右と左でね一応同じジョイコンでもまあちょっと形が違う、形が違う、ね、こっちだと左に寄ってて、ね、こっちだと右に寄ってて、右に寄ってますね、まあ、うん、あれ僕これ体験会でやったけど、メタルスラックは別にいいんだけど、これ LR を使うやつだったら結構クリティカルで、ここの位置がこうなるかこうなるかで LR の使い方が全然違う、なるほど、だからストリートファイターで今日のパンチ今日のキック出すのはすごいコツがいい、うんうんうん、それむずそうだね、確かにこれはちっちゃいな、楽屋は無理やろ、ちなみにリストストラップをつけるとボタン、あのその SLSR ボタンがもう少し押しやすくなるんですけど、いやあれは押しやすく全然俺ならないあのっていうかちょっと時差がしっかり押し込まないと、レスポンスがすごい悪くなる、だから多分慣れたらこっちの方がマシなかもしれない、うん、あのそうだろうね、僕はちゃんと押し込めるもんね、とにかくリストストラップ 100% 諦めてます、なぜかというとつける外すのものすごく難しい、ね、俺も昨日やったけど硬いんですよ、ね、すごく、うん、で逆さまにつけるでしょ、逆さまにつけたらいいんです、ね、俺もつけちゃったけど、あ本当にあれ焦るんだよ、野口さんの言ったこと分かってビビった、外れなくて、外れなくてビビっちゃう、うん、だからもう一生使わないかと、取れなくてやっと取れた時めっちゃ指痛めたし、あそうそうめちゃくちゃ力入れるんですよね、そうそう、じゃあ他はまあなのでまあ、もうちょっと頑張ってみようね、ね、でもまあメタルスラグってね800円ぐらいで販売してるんで、うん、まあ気になる人は別にあれでしょ、プロコントローラー2つでモニターでプレイっていうのも一つのスタイルとしてありの、まあそうだけど、うん、基本的に見たら分かる通り、うん、別に今回のために特別な調整してない、あ、はいはいはい、おそらくこれはあの iOS とかのバージョンのポートなんだ、あなるほど、で、まあ、画質とかそのアスペクト比解像度はまああまりよくない、モニターではやらない方がいいと、モニターでやったらとりあえずはでかくなるけど、まあ、左右切れてるし、はいはいはい、ちょっとまあ、うん、ドットが広がってて、うん、そういえばね私たちこうテーブルモードで遊んでみたけど、やっぱ画面、うん、ちっちゃいと感じます、ね、うん、ね、ちょっと離れてると、まあまあ、あとこうキックスタンドの、角度がね、角度はこれもうちょっとね倒したいんですよもっと倒れるようにしてほしいんだけど、結構これだとこうやってこうやってんのに、どう座ればいいかはちょっと分かんない、もうとにかく背中が痛くなりそうその辺はまだまだね、うん、あの
改良の余地というか、うんうん、まあ、ちなみにね、あのサードパーティーとしてホリーが、はいはいはい、あのスタンド、キックスタンド、あ、スティックもそうだけど、あのスタンドを販売してまして、それで自由に角度、あ、自由じゃないけど3箇所ぐらい、ある程度かけ、まだその辺は結構ね、まだ周辺機器が揃ったら少しやりやすい環境になるのかな。はい、あとワンツースイッチもね、あの、まあ、先週結構まあ話したんでそんなにたくさん追加ないんですけど、はい、今週末娘と娘の友達、まあ、2人とも4歳 の、 あのかわいい女の子たちとはい、はい、あの一緒に、ま、外で、あ、また赤ちゃんやらせた、赤ちゃんの取り合いじゃないのそう、私の赤ちゃんって、あ、面白いですね。赤ちゃんのやつもね、あの赤ちゃんのやつは、いや無理でしょ赤ちゃんのやつはね、本体にこう赤ちゃんの顔が映っててこう泣いてるんでこう、うん、寝かせなきゃいけない、はい、揺らして、で最後にあのなんか開いたところ、まあ、テーブルとかの上にあのすごく静かに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 下ろすけど、やっぱりそのテーブルはちゃんとちゃんとフラットじゃないと怒る、泣いちゃうんだ、あの泣いちゃう、いや、反応しないですよ、反応しない、だからゲームのクリアまでにいけない段階になりました。反応しないの、あの外でやってたんで、そのテーブルは若干こう、はいはいはい、斜めだったの、った厳しいね。それでできないんだ。赤ちゃんはそう、まあ、水平に厳しいっていう。そう、水平は大事。と、まあそれよりはその子供たちね、特にこう相手の友達の子が、はいはい、多分ゲームにあんまこう慣れてない子で、あの何をやればいいか全然全く分かんなくて、まあ4歳だからね、いやいや、だから難しいでしょ、説明があんまりにも、うん、そうそうそう、あの馴染みにくいっていうか、僕大人でも分かんない、何があります、あります、分かんない、ワンツースイッチは本当に多分大人世代とできないでしょ、かもしれない、ね、何すればいいのっていう、大人でもできないんじゃない、いや、できるよ、できるよ、大人でもじゃあ何が勝ちなのかっていうミニゲームはありますし、確かに、あのこうチュートリアルというよりはこうイメージ映像みたいなのがあるんですけど、はいはい、ちょっとイメージ、いや、だから、あの、ワンツースイッチはさ、もともとさ、子供のためにプロモーションしてなかったじゃん。そうですね、あれの意味は分かったよ、はいはい。そうですね、うん。あれは大人がようやくコミュニケーションを取るためのツールで、うん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 、じゃあこのルールなんだろうとか、これこうやったら面白いよねっていうコミュニケーションを取れて面白いような設定だから。ね、はい、ただし、それもね、残念ながらゲーム性が薄すぎて、まず続きがないというか、こう、発展性はない、うまくなったりはしないし、誰が勝ったなのかこう計算してくれてるわけではないですね、こう、いや一応でも点数つけてあるじゃん、いや、あのゲームごとにはあるけど、あ、全体の、全体のはない、そういうのじゃない、全体はないですね、そういうコンセプトじゃないから、まあ、あと何でかな、ほとんどのゲーム楽しいのもあるんだけど、ほとんどめっちゃつまんないですだからもう一回やりたいかというところもあって、28本のゲームの中の20分は1回やって終わりで、残りの8本は何回かやるかみたいな、なのでワンツースイッチが、まあスイッチが発売される前に、あのゲームなんでパッキンしないのかっていう気持ちがすごくあって、こう同梱ね、同梱か、あのコントローラーの使い方とかの説明にもなるし、こうみんながワイワイできるものなのでなんで同梱しないのかと思ったんだけど、ね、今同梱しなくてよかったと思ってなんで、なんでつまんない、だほとんどの人には多分このゲームはちょっとってなるよ、いや、それは勝った方がもよりそういう気持ちになる、勝った人の気持ちを考えると、そうだけど、スイッチを買った人全員がやっぱこのスイッチの専用系のタイトル、代表系のタイトルがつまんない、イコールスイッチがつまんないという意味があると思うよ、で自分らで分かってたと思う、ね、Wii スポーツ面白い、イコール Wii が面白い、でも Wii スポーツってぶっちゃけそのバンツースイッチと Wii スポーツと比べたら Wii スポーツの方が全然優秀、いよ、うん、全然優秀、あ、じゃあダメだね、まあダメだけど、まあでもまあ、うん、分かんないな、でもこれを単体で買うのはちょっときついかなって思うけどね、5、6000円で、うん、まあ、ちょっと高い気はしますね、もうちょっと安ければ高くない、安くしてもいいと思ったな、うん、でもパーティーゲームとしてはすごくよくできてると思う、いや、だからいいんだけど、パーティーってうるさいところじゃないですかでこれのスピーカーの限界もあるから、ね、あ、これだけで、あ、そっか、そうだね、で半分以上のゲームがこう音が大事なんです、音が目印になってやるから、そうです、ありますね、それは問題だね、確かにこれでね、本体だけの音量ちっちゃいね、そうでしたね、うん、まあいろんな意味でちょっと残念だった、惜しい、惜しい、そっか、いや、あくまでもさ、スイッチ買ってきたよ、じゃあみんなで何かやろうって言った時に選択肢としてこれがっていうのある、うん、で、うん、だけどそのみんな帰った後にもうやらないし、いや、それはやらない、誰か一人持ってればいいんですよ、そうそう、誰か一人持ってれば、でもその人たちがもう一回来る、同じメンバーがもう一回来るとしてもさ、またやろうぜって話にもなんない、なんないじゃないか、だからどっちかというと、うん、
あのスニッパーズの方がいい、代表として誰に渡しても分かりやすく、そうですね、しかも楽しい、しかも、はいはい、あの笑いながら遊ぶ、うん、俺も昨日ちょっと友達が遊びに来て、それでスニッパーズの体験版ダウンロードして、はいはいはい、もう大声で笑いながら爆笑しながらお互いのことを切りまくったやっぱ面白いね、はい、単純な、うん、スニッパーズ面白い、ね、そんなところかな、はい、OK、 はい、野口さん、いや僕ガンマゲームしなくて今週、まあだから宅飲みでダークソウル3やったっていう、宅飲みダークソウルで、まあ、友達が来て友達にダークソウルやらせて、酒飲まして酔っ払った、酒飲まして一緒に呼んでやらせたんですよ。でボス深淵の監視者っていうボスがいいんですけど、あのどうだっけ、沼のとこのボスで人型の人がいて、やってない、やったやんだ、やっ、あ、マジですか、すいません、まあそういう人がいて、そのボスがいて、そのボス相手に倒せるかっていうことでチャレンジしてて、結局2時間くらいかかっちゃって、それはそれで一種のパーティーゲーム、まあそうですね、酔っ払ってるせい、酔っ払ってどんちゃん騒ぎで遊んでました。マンズスイッチより なんでダークソウルだったの。いや、たまたまその子はずっと遊んでたんですよ。でももう1週間ぐらいやってなくて、でたまたまうち来て飲んだ時にじゃあやろうってなったんで、うん、っていう感じですね。でもああいうゲームってね、僕もブラッドボーン、あの結構まあお酒の飲みながらやってて、うん、お酒が入るとこうなんていう、ダーツ、勇気がこう出しやすいというか、出てくる結構進めた、ね、でも正確さが失われるからさ、結構ボミスするじゃん、ね、ボミス多いですよ、ね、そうだね、全然回避しなかったり、じゃあ次行きましょうか、はいはい、じゃあじゃあ IGN ジャパンではね、あの今週初、満点スコアのゲームレビュー、はい、今週掲載しました。先週だ、はいはい、先週の金曜ですね、はい、そうそう、そう、先週の番組以来の今週っていうかね、はい、なんていうゲームね、どういうゲームなのかな当たって見えるのかなみんな知ってるよね、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドですね、はい、ね、これは結構ね、あの僕複雑な状態でレビューし始めたわけですよ。なぜかというと、普通理想的な形はまだ世間の評価がなくて、はいはいはい、100% 純粋に自分だけのプレイを信じてやるっていうのが普通じゃない、はい、もちろん今回もそういう気持ちでレビューしたけど、すでに世界でもうここ10年の一番のゲームだっていうぐらいの評価を、まあ、評判は伝わってきちゃったからね、受けた時点でそっからレビューをしなきゃいけないっていうのは結構難しいところがあって、シャットダウンしなかったの、シャットダウン、いやさすがに俺だってその仕事で満点が入ったっていうのも見ちゃうし、まあでもそこはあの、しかも本件もあるし、いやでもそこはクラブには教えんなとか言えばいい、クラブ見るなって俺がその満点が出たっていう記事を書いたぐらいだからもうシャットダウンするどころかもう自分からもう情報取りに行っちゃってるからね。でだけど、まあ、まずこの、あ、ごめんなさい、レビューその、まあ、満点って何っていうところと、はいはい、まあ、IGN ジャパンのそのレビューのやり方とか、うんうん、もうちょっとね、こう皆さんこう、まあ、知っておいてほしい、知ってほしいというところですね、うん、はい、なので、はいはいはい、まず満点イコールパーフェクト完璧なゲームということではない、では決してないですね、うんうん、そこもその話の中で説明したかったんですけど、ごめん、いや全然いいですけど、まあ、一つとしてさっきの話に戻ると、うん、逆に言えばみんながもう満点にしてるゲームを僕も満点にしたいかというと、うん、どちらかというとそんなことないですよね、うん、別にそれに意味はない、俺をみんなが満点にしてるから僕も満点にするっていうことに全く意味はないけど、あのでも本当にね、そのプレイして一人で全くみんなの評価知らなくても満点にせざるを得ないぐらいの出来だったと思うんですね、うん、でそれはさっきダニエルさんが言った通り完璧だからっていうわけでは全くなくて、逆にあれだけ広いオープンワールドが完璧であることはありえなくて、うん、だけどあれだけ愛されているシリーズが本質を失わない状態で完全に違うものに進化してっていうのはやっぱりその歴史的な瞬間を見てプレイしてる感じがして、多分これから他のゲームもそれを見て影響されるだろうという感じはするし、だけどそういう意味では時のオカリナほどのインパクトはない。まあそうだね、うんうん、なんか、うん、だってまあ別に、ま、あのかなり出来が良いとはいえなんかすごく革命的な部分っていうのはすごく分かりづらいというか、うん、あの時のオカリンと比べるとそういうインパクトはないです。はっきり言って、だって 3D アクションの基本を
あのゲームは定着させた、うんうんうん、だからさっき言ったロックオンとかはあのゲームを考えて、それは今でもダークソウルとかいろんなゲームが、うんうんうん、まあ、基本だよね、うんうんうん、基本中の基本になってる、うんうん、そういう意味でブレスオブザワイルドが何か今後の基本中の基本となるようなものを作ったのかっていうと、あ、まあ、でも、うん、作ったのかというか、こうシステムで言うとね、こう作ったのかっていうわけはないと思うんだけど、うん、その使い方というか、うん、この並べ方というか、そのとにかく、まあ、レベルデザインに近いお話なんですけど、うん、そのすごく広いあのマップを用意して、はい、どっかそこちょっと行きたいなと思 う, こう気持ちが出るような出来なんですね、うん、それはすごいです、うん、ちょっと馴染みにくいところなんですけど、はい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 、あの新しいかというところあるよね。どうなんだろう、その辺でもウィッチャーとかもそういう全然ある、ある、ある、まあ、どれたくさんそういう経験がある、それは新しくはないと思うんだけど、うん、逆に言えばそういうゲームってみんな日本のゲームも一部そうやってやってるんだけど、どっちかというと洋芸的なフィールがあるじゃない、うん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 、でもこのゼルダのゲームは全くもってしてそういう世界観的な部分を失わない状態で、しっかりとしたそのゼルダしてる気持ちを残しつつ、そういうオープンワールドを作ったっていうことはやっぱすごいなと思う部分があって、うん、まあでも任天堂はこれまでもさ、すごくまあ革新的なことってあるにはあるけど、それ以上にやっぱりさ、元あるものをさ、うん、まあ、演出っていうか、まあやっぱり広い意味ではレベルデザインかな、うん、だから品質って、あ、品質、品質、うん、まあ品質ね、うん、まあ品質はいいよ、うん、まあ品質はそうだけど、まあその個々のパーツで考えたところはレベルデザイン、つまりマップをどう作って、うん、そのプレイヤーをうまく誘導したり、うん、プレイヤーに何かをさせたいという気持ちをさせるのがめちゃくちゃうまいのは本当にそれは本当そうだと思う。で、今回は、まあ、オープンワールドっていう側面が結構強調されてるけど、うん、それ以上にね、結構ね、学んだ先としてはマインクラフトだったとは思うんだよね。これはもう開発の人は結構言ってるけど、だろうね、うん、っていうのはなるべくその世界の中でその自然にそのなんていうか、これとこれ合わせたら何ができる、これとこれ合わせたら何ができるとか、でもそんなないですよ、はっきり言って料理ぐらいですよ、まあ、料理合わせられるもの、うん、あの、ね、磁石を使って、いや、あの磁石をだからあの世界とインタラクト、だから俺がレビューで書いたのは、うん、あのオープンワールドならではの遊びってあるじゃない、例えば GTA だったらド派手な衝突事故を起こしてみせるとか、うん、そういうことがゼルダらしい形で、例えばどっかに岩があって、その岩のあるアイテムで時間を止めて、それで攻撃を加えて、そのあのフォースを貯めて、それで時間がまたあの続行した瞬間にバーンって飛んでいくとか、そういうような遊びが、だからその景色はただの景色じゃなくなってる部分があって、いやだから周りとのインタラクトははっきりできるってことですか、うん、そう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 、まああのまあ その辺火で焼いたら燃えるし、 でそれが何か何かその連鎖反応を起こして何か起こるっていうところ、そう、あの火が起きたら、あのそれは現実世界ではありえないんだけど、火を作った時にその上への空気ができる、上昇気流、風が、そう、まあ、それ現実世界でもある、うん、そんな逆極端ではない、まあ、極端じゃないけど結構あるよ、あ、そう、うん、結構あるよ、うん、上昇気流はある程度できる、うん、それを使って自分で空飛ぶこともできれば、その上に爆弾を置いて、その爆弾が空を飛んで敵に行くとかさ、なるほど、でいろんなそのことができるっていうのは一つとして、あれだけ広い世界であれだけ自由にあの、ね、重力を操ったり、あの磁石みたいにものを操ったりできて、それがほとんど、ほとんどというか全くだと思うけど、バグが発生しないっていうのはすごいね、まず、バグないのすごい、こう、まあ、ゼルダについてだけではなく、こう、はい、もうちょっとジェネラルな意味でこう、はい、レビューのどういう気持ちレビューするのか、うん、そういうところもちょっと話したいんですけど、それより前一つだけ、はい、今回スコアの満点の10点か、はい、それよりちょっとだけ低いの 9.9 点か考えてたんだけど、ね、どうやって10満点に決めたのかと、あの、ね、これはすごい簡単に答えることができます、うん、プレイしてないときは迷いました、何回も、はい、なんかよく考えたらちょっと欠点も目立つ、欠点もあるし、うん、満点って言い過ぎじゃねえかって思うわけよ、うん、でまたプレイを始めると全くその世界にあると思わなかったようなものが僕を驚かせて、すっげーみたいな気持ちに、毎回毎回のプレイセッションでそういう気持ちにさせてくれるゲームって、うんうんうん、だからそれこそさっきダニエルさんが言った話で、満点っていうのは欠点がない作品のことじゃなくて、うん、人をそういう特別な気持ちにさせるゲーム、うんうんうん、でそれを1回じゃなくて毎回毎回のプレイセッションで50時間以上プレイしても、毎回そういう何かを僕に
起こさせる、うん、そういう気持ちを僕に持たせることができるゲームってそれは満点のゲームだと思いました、うんうんうん、だから、うん、そういう欠点は結構いろいろとあるんだけど、それにしてもいろんな意味で刺激的な作品だということで満点にしましたね、うん、はい。でまあ、基本今井さんがこう、うんまあ、IGN JAPAN のこうレビューをまあ担当してるというか、うん、ゲームによってね、うん、あのオリジナルでやるのか、あの、うん、IGN 本家のスコアあのレビューを翻訳して出すのか、うんそしてその、まあ、レビュアーを、ね、アサインするアサインとか、うんまあ、頼んだり、はい今井さんの中でこうゲームのレビューには何が大事ですかとか、うん自分がレビューをしてる時も何を見てレビューするのか。難しいこと聞いて急に言われて出てこない。まああの得点つけるっていうのはね、まあ我々のスタイルの一つだけど、うん、あけまでもそれ一つだからね、うんうんうん、だからまあただまあ分かりやすさのためにつけてて、それはあの、ね、皆さんにとってあ IGN10 点つけてるじゃあ買い間違いないっていうのは実際そうだし、うん、あのまあゼルダは買えって思うよね、うんうん、まあそういうのは本当なんだけど、ただやっぱりまあ僕としてはもう一生懸命文章書いてる時間の方が多いしで、あの、うん結局スコアをつけるんだって、まあ、どうしようって悩んだ挙句つけるけど、まあ、別にそれは作業じゃないと。で、まあ、なんでやっぱ文章を読んで、じゃあその文章の中でこの点数が何点かっていうのはやっぱ見てほしい、うん、それ大事だよね、うん、なんで場合によっては文章とあのレビューの点数にちょっとねあの相互があったりするときは、うんまあ、それはあまりうまくいかなかったことかもしれないし、逆に言うと読者の人がうまくそのレビューの内容とか点数の意味が伝わってないかもしれない。そうそうそう、はいはいはい、なんでやっぱ本当はやっぱり、うん皆さんには文章を読んでほしいですよね。思ってます、うん、点だけじゃなくて僕が今回一つのメッセージとしてあのまず欠点から書いたんですよ。あ、はいはい、それは一つ の, その素晴らしい作品というのは、うん、欠点のない作品ではないというのをまず分かってもらった上で、うんうん、何がその作品を素晴らしくしているのかということを今回すごい書きたかったけど、はいはい、そしたらねその欠点あるのに何が満点だよというコメントが、まあ、僕の段階ですでに指摘してたからね僕はだから黒田さんが先に欠点あってその、うん、最後にも欠点入れてなかったから、まあ、それはどうなるプロコンのところで一応黒田さんと話があった結果、まあ、これは欠点だけど要するに作品の価値をそんなに極端に落とすようなものではない。そうそうそう、まあ、もちろんあれが改善さればもっと良いけどそれはまあ実際10点って言っても幅があったりするかもしれない。逆に言えばそのありとあらゆる作品でプラスとマイナスをつけるわけじゃない、はいはい、基本的に一つの平均的な作品にプラスは多分 3,40 個あるマイナスは多分10個くらいある、まあ、切り出し方によるけどね例えばでしょ、うん、でその中から僕は絶対4以上はつけないようにしてるしその中から本当にその作品を代表するようなプラス、うん、その作品を代表するようなマイナスを選ぶようにしてて、うんうんうん、だから確かに細かいところでいろいろと問題はあるんだけどその作品を代表するその作品の中身をガラッと変えるようなマイナスはない、うん、ということで最後のプラマイでは、まあ、だから要するに細かいところで言うと、まあ、フレームレートが多少落ちるとか言っても、まあ、ゼルダのあのゲームの体験が損なわれるようなものではない、うん、ではない、うん、だって僕そのレビュー動画作るために約40分ぐらいのフッテージを撮ったんですよ、はい、でそのレビューの中でフレームレートが落ちるっていう話があったからそれと合う映像を持ってこようと思ってその40分の中にフレームレートが落ちる場面ないんだもん、うん、だから そんなにね、うん、そんなにない、そんなにたくさん頻繁ではない特定の場所あそこ行けばフレームレート落ちるなっていう場所はあるけどしかも落ちてもね長く落ちるわけもないし、ね、はない。そうだからそれは本編の中で言う必要はあるけど、うんうん、最後にその代表的な欠点に入れるようなものではな い、はいはいはい、で逆に言えばその代表的な欠点のところに入れなくてはならないような欠点は見当たらない。なるほど、うん、あとまあ IGN JAPAN、まあ、IGN 本家でもそうなんですけど、うん、あのスコアのスケール、うんまあ、10が満点なんだけど、うん、逆に言うとね0点からいくスケールなんですね、はいはいはい、で0点はどういうゲームなのかっていうと大惨事。まず IGN 本家の21年間の歴史の中であのタイトル3本しか出てないんですけど、あ、そうでしたね、はい、これ一回ねあの満点くじにしてまとめてるから、はい、まとめてますけど、ぜひ見てください。まあ、本当にそのゲームはちゃんと動かないという、まあ、まあもうそれはあの芸術的な作品のレベルじゃなくてその製品の質としても明らかに難しいものだと、まあまあ極端な話はやっぱバグがひどいとかそういうもんだよ、うんまあ、ゲームにならないようなゲームだよね、まあ、そういうものはまあ帰ってみるとプレイするのは楽しいことだったりするんだけどね
まあ、まあ、まあでも少なくともまあおすすめはできないし、やっぱどうしてもそのも買えなんてことはやっぱり言えない。言えない。なので、まあ、我々の方でこうレビューを用意するときに、まあ、そういった責任というかを感じながら、うん、というか、まあ、ユーザーの読者のためにレビューを出してるわけ、はい、こう皆さんこのゲームは、まあ、我々の視点から、うん、おすすめできるのかというところと、まあ、注意した方がいいよねというところと、うん、まあ、あとはもうこのジャンルが好きだったらもう買えばいいけど、さすがに他のジャンル好きな人は買わなくてもいいとか、あともちろんキャラクターとかさ、うん、IP が一緒だったらさ、まあ、ファンはさ別に多少 の、うん、ゲームのあらは目つぶれるところもあると思うし、そこら辺はやっぱ判断してほしいね。ただやっぱり我々はその点数つけるにあたっては全ユーザーに対する点数だから、はい、まあ、うん、このキャラクターが好きだから10点とかは絶対つけれないし、だからそこ結構一つ大きなポイントになってて、このブレスオブザワイルドは、はい、リンクは基本的に緑色の帽子被らないし、緑色の服着ないし、 だからゼルダのファンとして寂しいものがあるわけよ、はいはいはい、それは僕個人 そのゼルダファンとしての感情であって、うん、それはこのゲームのレビューには反映させなかった、うんうんうん、まあ、レビューはいずれにしても、うん、人の個人そうなんだけど、ね、そうなんだけど、うん、まあ、なるべくね個人が客観視して成り立つものだと僕は思ってる。まあそう、うん、まあある程度ね、ある程度、まあ、もちろん主観的な部分とか、だからそもそも例えばモンスターハンターが発売されるって、はい、僕がレビューできるかってできません、うん、できない、レビューできないゲームいくらでもあるけど、うんうんうん、逆に言えば僕のジャンル、僕の得意とする分野のゲームをレビューした際に、はい、ただただファンボーイとしてそのゲームを評価したらそれは違うような気がする、うん、個人的趣味から言ってブレスオブザワイルド一番好きかどうかしばらく悩む必要があると思う、うん、むしろ悩むでしょ、悩む、今結構悩んでるところなんだけど、うんうんうん、でも客観的にゼルダのファンでもない、普通にそのゲームとしての品質を見たら間違いなくゼルダの一番よくできたゲームだと思う、うん、なのでその個人、そのライターの個人の意見を残しながら、もちろんそうだね、ブランドとして、うんうんうん、掲載してますし、たまに、まあ、例えばフリーライターの書いた記事でも、うん、まあ、編集部でもたまに出てくるんですけど、はいはい、このスコア本当に合ってるのかっていう、ね、相談があって、うん、たまにね掲載する前に若干こう、うん、アジャストするとき、まあ、もちろん相談して、はい、その何が言いたいかをお互いに理解した上で、まあ、載せてるから、うん、まあ、そこは仕方ないですよ、そう言ってもなんかスコアが合ってるかどうかっていうのは、まあ、決められない部分は非常に難しいですよね。いや、だから間違ったスコアはあると思う、うん、あると思うよ、ある程度は、まあ、それも難しいけどね、難しいけどさすがにあると思う、まあ、だから最終的には、だからまあやっぱりブレスオブザワールドに5点つけたらそれはさすがに間違ってると言いたくなるね、間違ってるか、そいつ方の趣味が相当変わってるだから、その人がまずそのレビューに対して適任ではなかったという、まあそうかもしれないし、うん、ことが挙げられるし、うん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 、ということで、はい、まあ、IGN ジャパンでね、こう日本に多分そんなにないかと思う、なんかこういったレビューサイト、レーティングがついてるこのレビューをあんまり検索してますので、ぜひ皆さんこう参考してほしいところと、うん、IGN ジャパンのサイトの中で一番下のところ蓋までいて、レビューガイドラインというリンクをクリックすると、まあ、どういう思いでレビューを書いてるのか、うん、参考できますので、ぜひ、うんうん、まあ、興味あれば、そうです。あとレビューに関しては僕も昨年、いかにゲームレビューが難しいかっていう、はい、文章を書いたり、いろいろ書いてたりするんで、うん、はいはい、まあ、こういったことは一応読者のメッセージとしてこれからもいろいろ書いていきたいな、うん、我々は楽しみながらやってるけど苦しみながらもやってて、うんうんうん、まあ、それは楽しいよね、最終的に、最終的には、はい、それはなんか、まあ、読者の皆さんにも分かち合えていきたいと思ってるんで、うんうん、でもそれにしても最初の満点も俺から出るとは自分では全く思ってないもうゼルダだかったからしょうがないし、いや、このゲームしょうがなかったよ、まあ、このゲームしょうがなかったちなみにどうかな、なんかたまたまだけど同タイミングで我々オリジナルの映画のレビューも出してますが、そうなんだよ、映画のレビューも10点出ました。これはゼルダに比べたら、まあ、皆さんそんなご存知ないですけど、一応言っておきますと韓国の、モホンジンっていう、ナホンジン同州に出たよね、すごいよね、韓国の監督のコクソンって映画なんですけど、まあでもこの映画は僕は結構期待もしてて、前の作品のもう質もすごい良いんで、まあ10点妥当かなと思ってますね。なるほど、今年はこれからも結構なんかそういう意味で心配だ ね、 ね、いっぱい出ちゃうんじゃないかと。いや、でもゲームでさ、レッドデッドか、レッドデッドも来るし、あとね、俺
俺正直ちょっとマリオオデッセイもなんかかなり完成度高いんじゃないかな。確かに行きそうだね、比べさん。いやちょっと俺デビューしてまた満点出しちゃったらなんか信用されなくなるから。僕も満点つけたい早くあるもん。ちょっと違う人にデビューしてもらいたい、ね、どれ？ゼノベイド2とかさ。ゼノベイド2すげえ好きだから。それはでもどうなのかな。でも客観性が客観性ない、ね、そう、まだまだ、あの映像を見るだけ不安しかない。不安しかないけど。でも僕だから人生でその好きなゲームはいっぱいあるけど個人的に満点つけるゲームって今まで2本ぐらいしかないよ。シェム1シェム2いやつけないつけないシェムは満点つけないつけないって言ってましたね。マリオギャラクシー2はつけてもいいかなと思ったし、本当それくらいでもだからそういう意味で本当にぶち当たった感がすごいある。 OK、はい、じゃあちょっと次に行きましょうかね、はいはい、まあ若干でいいと思うんですけどちょっとニュースね、はいはい、そんなにたくさん大きなニュースはないんですけど、まずシャドウオブウォーについて、はい、日本版発売決定、やったー、嬉しい、個人的に超嬉しい、俺も嬉しい。まず俺前作やらなきゃ、やってないからね、うん、まあ、まず簡単に説明するとそもそもだから指輪物語を皆さんどれぐらいご存知ですか。全然映画見た、映画見た、見たホビットまで見た、うん、本ね、小説は小説見てないや、まあ、まあ、まあ指輪物語もだいぶもう10年ぐらい前ですね、はいはい、あのだいぶ古い映画になったけど、うん、まあ、あれ出るまでに指輪物語ってはかなり古い、まあそれはね、あの小説だったから、ね、映画化不可能って言われてたんだよ、うんうんうん、ずっと。で、あの監督誰だっけ、ピーター・ジャクソン、ピーター・ジャクソン、ピーター・ジャクソンって超オタクなやつなんだけどあいつはずっと撮りたい撮りたいって言って成功させて、まあ、これは本当にすごいことだったんだけど、うん、映画史に残る、あの映画、それでもちょっとあれを見て映画不可能と思ったんですえ、映画化まだ不可能って見て、はい、見てもやはり不可能でした、はい、そんな、まあ、それは仕方ないあのそもそも元々のトールキンの指輪物語はすっごく深い作品だから、もう全てのシーンは出せないし、あの単語とかややこしいし、めちゃくちゃ難しいんですよ。確かにシリーズ、あのテレビドラマにすればいいかと思う。もうそのうちやるかもね。あれなんだ、ゲームオブスローンズ。ゲームオブスローンズ。俺ね、トーキン系のファンタジーが苦手なんだよ。まあ前も言ってたけど、どうしてなく苦手なんだ。そうなんですね。いやもう生理的に、生理的に見たらなんか。ああまたこれか。でも多分それが見たらっていうのはそれピーター・ジャクソンのロード・オブ・ザ・リングだと思うんだよ。見てもそうだし、その海外のそのファンタジーのゲームは、シャドウ・オブ・ウォーについて、はい、日本発売決定になりました。ちなみにいつですか。いつだっけ。今年なのは、今年なのは分かったけど、日程決定、日程は決定じゃない、夏夏だよ、夏まで。なんかヨーロッパとアメリカは20あたりで、おそらくそれと同じぐらいになるであろうみたいな。まあ、結構早く来るから嬉しいですね。でまあそのね、まあ、まあ、まあ今俺シャドウ・オブ・モルドールやってるけど、うん、ね、だから今回ネメシスシステムっていうね、これ名前がややこしいんですけど、それが拡張されるけど、その拡張が一体何を、もうゲームプレイ動画出てて16分のやつ、うん、そこに結構詳しく解説も入ってて、すげえ進歩してましたよ。どうなってた、うん、なんかその領主いるじゃないですか、うん、で領主倒して領主交代させて、でいろんなその領主、あ、その領か、領にいろいろ配置できるんですよ、その軍団を、軍団を好きに、うん、で今回その規模がすごく大きくなってて、本当にタイトル通り、うん、ウォーなんですけど、戦争なんですけど、まあ、前のネメシスシステムはどういうシステムかっていうと、あの主人公とあのオーク、まあ、ウルクなんだけど、うん、あののが戦ってんだけど、ウルクたちは軍団率いてるんです、ね、で4人5人ぐらいなんかトップがいて、うんうん、その配下がいるんだけど、配下のやつを倒していくと、配下死んだら新しいやつが埋まったり、うん、配下同士で抗争を起こして、あの階級が上がったり、なんか勝手に動くんだよね、うんうん、でそれが最初は1つだったんだけど、まあ、次の作品がだからそれは複数になるみたいな、みたいですね。でネメシスシステムがすごい進歩したなと思ったのが、うん、その戦っている最中、例えばボス相手のウルクか、キャラクターついてるやつがいるんですけど、とどめを違うウルクが刺してくれて、お前はなんとかだとかが言って、そこでまたなんかストーリーがつながってるみたいな、つまりそいつは次にそいつの座を奪うみたいなことができる。でそいつはもともと味方だったんですけど、はいはいはい、一緒に戦争に参加してる感じで、相当革命的なシステムじゃん。でもまだあれを真似てる人いない、ね、まだないんじゃ、ね、まあね、まあ、これからでも来そうだよね、出てきてほしいけど、まあ、あのいずれにしろこの、あのゲームシステムのミソは基本的には毎回違ったランダムで作られるキャラクターメイキングとが、あの
自分が基本的にさ RPG ってさ自分がいろんなとこ行って何かを攻略するじゃん、うんうんうん、そうじゃなくて敵側がね成長したり、うんうん、敵側が何かを起こすっていうのはすごく面白いの、うんうん、面白いね。で出会う場所によってなんか全然違うキャラクターと会ったりして、出会う場所によってなんか相手がすごい階級が上だったりしたりして、それ強くなってるじゃん、はいはい、で見た目もなんかもう鎧とかガーってきてお前久しぶりだなまた殺されにやってきたのかとか言って面白いセリフ吐くんだけど、そこら辺がすごく よくて、それこそあの創発的っていうかその偶然生まれるストーリーテリングっていうのが魅力、はいはい、うん、あの彼らも本当にその自分なりの人生を歩んでる感じがする、ね、そうそうそう、うんうんうん、でだんだんね多くがね可愛く燃えてくる、ありますね愛情が湧いてくる、愛情湧いてくる湧いてくる、自分が殺されるんだけどどんどん向こうの階級が上がってて、ね、そうそう、なんか育ててあげたみたいな、うん、育ててあげて上に来たところをそいつを殺すそうすると結構いい感じになる、殺しが好きな今井さんに来たりね、もう今井さん両親になんないで、うん、子供生まれたら怖いそうでまあ本当このシステムはね、あの多分ね龍が如くとかに入れてほしいんです。毎回言ってるけど、いまいちそれイメージわかんないんだ。龍が如くの組にいっぱいいるんだけど、射程からその、 あの上の組長までその いろいろ階級があって。でも龍が如くってかなりストーリー的に一本道だし、それを作品ごとかなり作り変える。作り変える。作り変えちゃうね。コンセプトが。シャドウオブ龍が如く。シャドウオブザドラゴン、まあいろいろあの可能性があるからね期待してます。マリオにやってほしい、ね、マリオ、マリオ、どういうこと、こう見落としたノコノコとかクリボーが今度こうね、クリボーやってんの、こう自分たちがキノコをあの食ってみるクリボーは自分で食うよキノコ大きくなってるでもなんか、まあ、それはさすがに、ね、マリオオデッセイにさすがにちょっと今回のブレスオブザワイルドっぽいその時間とか の、 そのキャラクターの動きの流れがあるのかもしれないね、うん、あ影響がちょっとあるのかな、赤い月そうそう、リスポーンのシステムとかももっと多分ねいろいろできて、やっぱり特定の環境下においてはなんか敵が成長するとかは多分今後の RPG には結構出てくるかもしれない、うんうんうん、あれでそれが敵同士がインタラクションを起こすようになったら、例えばここで巨大な敵を殺しておくとこっちのやつが成長するみたいなのがあったらすごく面白いなと思う、ね、そうですね、はい、と、ファイナルファンタジー15の、DLC について僕はあんま詳しくない、見てないよ、あの、見ましたよ、あのギルガメッシュがね、剣聖ギルガメッシュっていう形で結構ね今までと違うあの姿になってて、かっこいいな、あのね日本刀っぽい武器を持ってて、でも一応あの昔最初に出てきた時も源氏の装備を一応いっぱい持ってんだよ、そういっぱい持ってるじゃん、今回は本当に一本だけ、一本って感じ、あれ一応武蔵坊弁慶のスタイルなんだろうね、多分武蔵坊弁慶はその伝説ではその川を渡ってくるやつから全部買って全ての武器を持ってたんですよ、あ古いそうそうそうのデザインの方、デザインの方、うん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 、今回はでもなんかその一部ちょっとそのバトルの演出もトレーラーに演出っていうかバトルシーンも入ってて相当強そうだった、はいはい、それはなんかグラディオス、グラディオラスめっちゃ苦戦してた、一、ね、人だけなんですかね本当にグラディオラス、あの人出てくるコル、あコル出てきた、ね、なんかトレーラーにはね、どういう形でどういう役割を担っていくのかわからないけど、うん、まあ、なんかこれと同時にさ あれが配信されるんだよ、その終盤のパワーアップが無料でアップグレードされるゲームの終盤、ゲームの終盤を良くする、あ良くする、ストーリー的にですか、ストーリー的にじゃなくて、いやストーリー的によくわからない壊しでも要するにそのストーリー結構終盤は批判されがち で、 そ、 うでした、ね、そこをまあ手直ししたという、基本的にはさやっぱりそのカットシーンがよく意味わかんなくなるって言ってたじゃん、あの終盤に関してはね、カットシーンはさすがに直されてないと思う、多分ゲームプレイだと思う、ゲームプレイを直してでもストーリーをよくできるどうやってやるの、いやで詳しくは田畑さんに聞いてイベント追加するんじゃない、なんかね、イベントカットシーン追加するっていう噂はあったよ、あそっか、補足っていうか補足だから多分ストーリーとして分かりにくいところにちょっと入れるんじゃないかなって、うん、俺ちょうどさその 最後のところで、うん、あのやめちゃったから本当に最後の最後、はいはい、ちょうどこれから批判されるところでやめたからちょっとあのいいきっかけになりそう、いや僕もずっと9章で止めて、でも2人もクリアしてないの、そう僕はもうストップしてます、だから最後のダンジョンの始まりでやめた、だからなぜかというとトリコが出たから、トリコがあるから、あなたはどれぐらいやったんですか、じゃあ今回ファイナルファンタジー15の DLC エピソードグラディオラス、はい、3月28日、はいはい、最終さようでございます、うん、こちら有料ですね、うん、
これ有料なのか。そうです、有料です。さっきの、あの、まあ、無料です。無料です。アップデートは無料やるけどってね、さすがに無料だよね。そう、そっちは無料。、うん、はい、じゃあ、はい、ということで、皆さんのコメントを、はい、お拾いたいと思ってます。文字通り拾っていきます。ハテナブロック、ハテナブロックス、ハテナブロックス。あのハテナブロックの中に皆さんの質問入ってます。、はい、質問はね、どうやって我々に聞くのかっていうと、こちらの番組の下のコメント一覧で、はい、入れてくれれば、はい、来週あの拾いますっていう感じで、はい、はい、ぜひぜひぜひ。じゃあ誰が引くの？結局俺が読むんでしょ。で俺が読んでいいよ。じゃあ、あ、いいよ。じゃあクラベさん引いて俺が読みましょう。はい、はい、先週とはちょっと違うね。じゃあ、はい、どうぞ。はい、はい、来ました、おもちさん、後ろのコムアイが気になる、絶対ダニエルさん。あ、ダニエルさん、ね、はい、これ当たりか外れか、ね、はい、はい、どうでしょう。当たりです。コムアイって誰ですか？コムアイは水曜日のカンパネラというあのバンドというかユニットのボーカルなんですね。アーティスト、はい、はい、で、このポスターね、もう数週間、うん、そうですね、出しっぱなしになっちゃってて、ね、で先週ちょうど外そうと思って、うん、また質問が入ってたんですけど、ね、この同じね、あのハテナボックスから出なかったね、先週だから。先週9時で、先週も質問あったわそれ、はい、今週まで残しちゃおうかっていうところになって、うん、先週来たんで、バイバイ、初めて誰かね、バイバイ、はい、コメントくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ダニエルの趣味です。すごく大好きなバンドです。はい、おすすめです。はい、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 どうぞ。世間、あ、77、マイクさん、世間はスイッチで盛り上がってますが、Wii U の何が失敗だったと思いますか？これはなかなか難しい。難しいっていうかね、いろいろあるけどね。いろいろあるんだけど、一つ考えたんだよね。まずは、発表した際、うん、コンセプト、ま、わけが分かんない人がほとんどだと思います。で実際あのそのシステム終了までに見て、こうどういうゲームが出たとか、ファーストパーティーどういうゲームが出たって見ても、任天堂さんもわけが分かんないかと思うよね。っていうか、そのゲームパッドがついてるけど、ゲームパッドが必須と、も絶対にこのゲームパッドがあるとこういうゲームできるよっていう例がほぼなかった。あんまり説得力なかったってことですね。確かに、うん、まずこれはね、頻繁に言われるんだけど、一つね、あんまり言われないのが、うん、あのね、要するに Wii の次は Wii U ってこと、 Wii U、 その Wii ブランドのアップグレード、アップグレードってことでしょ、うんうんうん、それはいいと思うんだけど、そしたらその Wii ですごい流行ってた Wii スポーツあるじゃん、うん、あれのあれはやっぱカジュアルな人たちが買うわけで、はい、あれが最初ダウンロード専用タイトルとして出たったの、 Wii スポーツクラブっていうのが。ああ、めっちゃ変な形だった。変な形で、あのチケット買いながら、うん、こうあのまずミニゲームごとに買うのか、ミニゲームごとにこうチケット、プレイチケットを買うのか、あと1日中のプレイとか、プレイとか、なんかあれを普通に Wii スポーツのリゾートの次の続編として出してれば、うん、まあそれなりにカジュアルな人たちもやってきたんだろうし、うん、でも あとその Wii Fit とかもさ、はいはい、出たのだいぶ遅かったし、確かに最初その Wii の次の作品でありながら、最初は任天堂ランドとかだいぶさ、イメージの違う Wii Fit U の、 あの販売仕方もめっちゃ複雑だったんですね。そういえばそうだったっけ、こう Wii Fit トラッカーの、なんか変なのついてきた、歩きながらこう、あの腰につけると、どのくらいあの歩いてるのか、はい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 、あの計算してくれるやつあったんですけど、それを買うとソフトが無料でダウンロードできるけど、うん、またはこう、あ、覚えてないな、まあ、まあまあ覚えてないぐらい分かりづらいかったんだね、だから Wii スポーツの分かりやすさが、うん、Wii U でなかった、まあ、それはそうだよね、うん、まあ、いまだイメージできない、そもそも論としてもその Wii の人たちが離れてたんだけど、うん、もしそれも Wii スポーツの続編がもっと分かりやすい形で出てれば少しはマシになったんじゃないか、うん、でなぜかさ、結構地味な作品のリブート多かったよね。あ、そうですね、確かにそうでした、ね、確かになんかゲームキューブに戻ろうとしてるのかみたいな感じはあったから、そういう理由なのかな。あの実は、まあ、Wii U で結構立派なゲームもいっぱいありましたし、あります、あります、マリオワールド 3D とか、はい、あのもうかなりこう、まあ、マリオカート8とか、うん、すごくなんかあ、スパトゥーンもね、あの、だからすごく評価のものすごく高いゲーム、うん、ゲーム機としてはすごいソフトには恵まれてたと思うよ、ね、ゼノベルドクロスもそうだね、マリオメーカーだってすごいやっぱ、うん、任天堂が初めてやったことだし、うんうん、そうだからこうゲーム機として悪かったっていうよりは分かりにくいっていうところが、うん、ほとんどの理由だと僕は思っています、うん、なるほど、そうですね、はい、じゃあそんなところでしょうね、はい、暗くなっちゃった
暗くなっちゃう、まあ、スイッチはまあ上がりやすいからね、うんOkay. はい、320しょうまさん、うん、IGN JAPAN の動画を見ているとみんなタメ口で喋ってますけれどその辺どうなってるんですか。タメ口で喋ってねえよ。喋ってますかね。まあここはねあの仲間内だからあのタメ口で。いやいやちょっと待って、僕なんで編集中なのに関係ないからちゃんと丁寧に失礼いたしました。これ系のこれからから系を使ってまいります。誰に誰にさんにはあのじゃあみんな敬語 で, 敬語でお願いしますよ。すげえ、はい、違和感があるめっちゃ多分相当の違和感があるということで、まあていうかね、みんななんていうバカにとばっかり集まってる編集なのでざっくりしてる、そういうところもありますね。そうそう、あのもういつもふざけてるので、はい、結構あれだよね、まあ、だから上位関係はないわけじゃないけど、まあそこはフランクに、フランクだから、ね、なので今井さんがその実際にその現場でその記事を管理してる役割だと思うけど、はい、今井さんがなんかしてきたきたら俺がそうだと思ったら素直に直すし、うん、違うなと思ったらちゃうやろって、うんうんうん、言える環境だから、はいはいはい、そうですね、そういうのはすごいね、そのいい環境だと思いますね、うんうんうん、まあなんで皆さんは、我々同士はあの基本的にはタメ語で喋ってきます。読者の皆さんには呼びかけるときにはあの丁寧な心が、はい、掛けをして、ね、はい、あの語りかけていくのでよろしくお願いします。お願いします。そんなところでしょうか、はい、うん、はいはいはい、どうぞ、はい、じゃんじゃんいきましょう、マルコスさん、いつも楽しく拝見してます、プレイですね、あのゲームのプレイの発売まで待ちきれないので、はい、よければ一人称アドベンチャーゲームで皆さんのおすすめを教えてください。P R E Y のプレイですね。はい、まあプレイ自体をね、あの説明しなきゃいけないけど、知らない人は多いですね、プレイは今度発売する予定のアルカナゲームズの新作で、もともとはあった作品のリブートですね。うん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 、で、まあこれ僕答えた方がいいかもしれない。一人称アドベンチャーゲームって要するに FPS っぽいやつだけど、うん、アドベンチャーゲームなんだけど。うん、はいはい、これってかなりそのパソコンのそうバージニアとかそうなんだけど、パソコンのゲームでやっぱりすごく昔からあって、やっぱりプレイが好きだったらまず見てほしいのはシステムショック2なんですけど、あの古すぎて Steam で売ってるかな、うん、まああの今の一人称視点のアドベンチャーゲームをの基礎となった元祖で、それから来てるのがバイオショックですよね。でバイオショックからバイオショックインフィニットとかまあ新しいのになったんで、ああいうウォーキングシミュレーターとかも入るんでしょ。ウォーキングシミュレーターって呼ばれるようなジャンルはもうちょっと新しい作品で、そっからもう戦闘を抜いちゃったもので、まああのまあ戦闘がなくてもいいんだったら昨今だとPS4 とかで出たあのEverybody Goes to Rapture とか、あれはまあ退屈なゲームっていう人もいるけどね、あのゲームとしてはちょっと退屈なんだけど、そうそうそう、あれ一人称ですね。ウィットネスは一人称視点だけど、あのどっちかというとパズル、うん、あのラプチャーはね、すごくアドベンチャーに入れないか、アドベンチャーに入るのかな、あのゲームの設定がね、あのイギリスの田舎で、すごくいつもあのゲームとすごく恋しくなりますよ。ホームシックなあのゲームもすごく綺麗。まあそうですね、あとその辺のいわゆるウォーキングシミュレーターっていうすごいシンプルな歩くだけの、アドベンチャーゲームだと、僕が個人的におすすめのは例えばゴンホームっていう1時間か2時間くらいできる、あ、はいはい、まあ、映画のような作品、あともう一つは、うん、ザ・バニシング・オブ・イーサン・カーターっていう、これもかなり短い作品なんだけど、これもすっごい美しい風景の中で、まあ、ある殺人事件起こったのを探求するっていうすごい変なゲームで、まああの映画でいうとナイト・シャマランの映画みたいな雰囲気はあるよね。俺はこのジャンルあまり精通してないんだけど、あれが面白かった、ブラックあのアンフィニッシュ・スワン、アンフィニッシュ・スワンはまあどちらかというと FPS 寄りだね。FPS 寄りか、アクション性そんなないけど、ね、アクション性はないけど、その炭みたいなのをつけて、そうそうそう、あのあれ楽しかった、探索していく、野口さん、うん、あるマスエフェクトじゃない、いやいやあれは TPS TPS じゃん、 TPS まで行くのか、いや TPS だあれは、あれは、まあ、もうちょっと物語要素が強いのがいいと思うんですけど、まあやっぱバイオショックになっちゃうかな、バイオショックですね、バイオショックはインフィニットしかやってない、やってほしいですと、でも多分プレイをしたいっていう人はみんなバイオショックはさすがにやってるんじゃないか、うん、やってる、確かにやってそうですね、しょうがないところ、ちなみにあの面白い話はバイオショック2の DLC を担当してた人たちが作ったのがゴンホームなの、でゴンホームはすっごくバイオショックから影響を受けてて、あのバイオショックってあの語りって基本的にストーリーあるんだけど、はい、一番重要なのはそのログなんだよ、オーディオログ、あ、はいはいはい、オーディオログを集めて何があったか、うん、このラプチャーっていう世界でどうしてこんな状態になったかっていうのは分かるんだけど、はいはいはい、それと同じシステムを使ってる、なんでまあゴンホームをゴンホームやりたいくなった、僕はエイリアンアイソレーション、あれはホラー、それはホラーだわでもホラーだけど、まあでも
一応アドベンチャー、うん、なるほど。はい、じゃあ次。はい、ドリヒョウさん、私は小島秀夫監督が好きなのですが、皆さんがあがめているゲームクリエイターは誰ですか。まあ好きなゲームクリエイター、クリエイターか、宮本さん。いや俺は青沼さん。いや俺はね、だから任天堂に関して言えばあの二人はもちろん天才の部分もあるんだけど、うん、最近の今の任天堂の天才はどっちかというとその下にいる藤林ディレクターですとか小泉さん、ギャラクシーの、そうギャラクシーのあの人たちがやっぱその今の最近の任天堂 の素晴らしいゲームを作ってるコアなんじゃないかと踏んでる。あと鈴木優は、鈴木優はだからシェンムーのもちろん一番最高のゲームを作ってくれたけどその昔の彼の体感ゲームにすごい興味があるのかと、そうではない。あ、そうなんだ、全然興味ないの。いや全然っていう、アフターバーナーとかやったことある。いやもちろんあるよ。れあれすごくない。でもだから別にまあ良いんだろうけど、うん、そんなすごい興味があるわけじゃない、うん、じゃあなんかある、うん、僕はないかな。クリエイター賞デベロッパーならあるけど、デベロッパーでいいや。デベロッパーだと CD プロジェクトとかやっぱ好きっすよね。 あのすげえプレイヤーに紳士的な対応を取るから、うんうん、CD プロジェクトは確かに一人有名な人がいるって感じじゃないよね。そうですよね、全体が全体としてすごいって、うん、まあなんかコアの人はいると思うけど、うん、じゃあやっぱりあのウィッチャーの後はあれですか、サイバーパンク。そうなんですよ、楽しみ。いつく2055年発売予定です多分俺ら死んだぐらい、俺たちが電脳化したぐらい完成してる可能性はある、まあ、オリンピックまでには出てほしいなと思っている、はい、サイバーパンク2010年、うん、須田剛一かな。あ、須田剛一大好きなんですよ、あのグラスホッパーマニュファクチャー、はいはいはい、で彼の作るゲームは全て満点系のゲームでもないんですけど、うんうんうん、いつもかなりね、あのこうひねってる、バグってるとか、そういうところも、そういうところもかなりたまにあったりするんだけど、うん、あの完璧に出来上がったっていうところよりはまあすごくなんか伝えたい気持ちよくわかるし、そのメーカーとしてあの僕にすごく合ってるところがあって、まあそのパンクから影響もちゃんとよくされてる感じで、あの彼のゲーム基本面白いものばっかりですね。つまらないゲーム作ったことない人だと思います。他にもいるんですけどね、神谷さんも好きだし、うん、名越さんもすごく好きです。日本のクリエイター、日本のクリエイター好きなんですね。確かに、さんは。じゃあまあ僕はあのもともとインディーのクリエイターのことが大好きなんで、うん、まあすごくまあみんなのいろいろ好きな監督じゃなかった、その何、クリエイターいるんだけど、一人って言われるとすごい難しいけど、じゃあ、時事ネタだから、この前 IGF で、ナラティブアワードとかクリスチャンラブで、あの彼女あの日本ではほとんど無名かもしれないですけど、カナダ人の女性でビジュアルノベルっていう、まあ、日本っぽいゲームを作ってる人なんですけどね。なんで基本的にテキストベースのゲームなんだけど、これまですごくあのテキストベースだけどすごくトリッキーな表現をやってて、なんであの、まあ、あのデジタルラブストーリーっていうのがフリーゲームでただでダウンロードできるんで、まあ、これやってみれば彼女の才能って、まあ、誰もわかる。日本語あります。あります。日本語はちょっとあのデジタルラブストーリー1時間ぐらい終わるんやろ。1時間ぐらい終わる。すごくあのシンプルでストーリーは短いけどコンセプトはすぐ伝わってくる。昔の、インターネットの時代を再現した、サスペンスミステリーみたいな。ちなみに質問にも入ってたんで誰にも選ばなかったけど、もちろん小島監督のゲームも好きですね。あ、まあそれはそうです。すごくそこはまあいつも彼が出してるから、うん、はい、じゃあせーの、はい、次のお便りは、ごめんなさい、これ読みにくいですね。ランクエアマックイーン、外国の方でしょ。今週も面白かった質問です。すべてのコントローラーの中で皆さんが一番好きなコントローラー、これは面白い質問だ。あ、コントローラーか、むずいな、俺あんまこだわりないんだよね。はいはいはい、もうまあ、こだわりあるから Xbox コントローラー派、はい、360と1が好き。1が360、1かな。これね、実用性じゃなくて愛着で言うとドリームキャストのコントローラー、うん、あれは実用性はちょっと厳しいものもあるけどね。でもあれを見ると無性にゲームがやりたくなる。なんか、うん、まあ、あれはもうなんかね、すごいね、見た目がさ飛行機みたいじゃん。あれをこう家に置いとくと、ああ僕はゲームやらなくちゃって思い出せるところがある、うん、僕はね今言ってもしょうがないけどセガメガドライブの、うん、6バタンコントローラー、はい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 、あれがいいよね。メガドライブってもともとバトン3つしかなくて、うん、でスーファミがロックじゃん、うん、であのストリートファイター2がスーファミコンで出た時、うん、羨ましいと思って、でやっとそれとあとモータルコンバットが、うん、メガドライブ版が出た時に、うんうん、それと同時にこうそういったボタンの増やしたあの、うん、しかも小さい型の、うん、サターンだとダメなの。サターンのパッドは、まあ、まあ似てる、あのサターンのパッドは今でも
愛用者はいっぱい横並びっていうのはいいよね。そう、あれも格闘ゲームのなので、あのそうスーファミだったらストリートファイターとかだったらね、こうそう LR ワンパー使わなきゃいけないんだけど、まあ、ちゃんと横にも並んでるし、うん、すごくなんか新鮮な、うん、はい、だからアーケードスティックをコントローラーにした感じするよね、ちょっと。まあね、そんな、まあ、そんなこと言えば僕もアーケードスティックが大好きなんですけど、まあまあね、あとあの今回その何コメンさん何という方ですかね、質問に、ラカ・マクイーンさん、うん、ガン、あれ、あ、違うか、眼光もありますよ。眼光の話出たんじゃないですか。はい、これで書いてない。あ、それ別の、あ、そうか、別の質問か。お、はい。お、長いのが来た。はい、さやかテイスティさん、任天堂スイッチを実際に手に持って遊んでいる皆さんに聞きたいのですが、はい、スイッチの機能を使って今後どのようなゲームをしたいですか。ちなみに自分は HD 振動をつく使った釣りゲーなんかを出してほしい。これいいアイディアだ、うん、これはそうだ、ね、これってかこれまさに出せよ、出そう、これこうやってやるんでしょ。俺絶対これやりたいんだから、こうやってこうやって、あ、来た、楽しそう、確かに、はい、確かに振動に合ってる、ね、これよりいいアイディア俺出せると思わない。俺も浮かばないですね。スイッチの特徴を生かしたゲームですよね。スイッチの特徴も僕の中でスイッチの特徴はどこでも持っていて、まあ、さっき言ってた通りね、スイッチの特徴というかジョイコンの特徴っていう質問だよね。まあ、いや、スイッチの特徴だけど、まあ、本当に言いたいことは、いや別にそこは別にいいです。ジョイコン2つついてるというところで、まあ、さっきそのメタルスラッグの話で出たんですけど、まあ、どこでも2人で遊べるところがすごくいいなと思うんで、うんうん、やっぱアーケード系のそういうゲームを もっと、ね、やりたいなと、まあ、個人的にはこういう変な持ち方しててアーマードコアをやってみる。アーマードコアの変態的な操作をこれでやる。そうです、なんかできそうっていうか。こんな感じでやるとか。もう変態的ですもんね。これ自体がもうかなりやばいから。またはね、こう特別のコントローラーを出してほしいな。そうそうそう。あ、まあ、そこまでいくともう鉄筋。そのジョイコンの振動を生かしたゲームっていまいちやっぱ思いつかない。だ、釣りゲーいいね。釣りゲーはすごい。釣りゲーはいいけど。アイディアですね、うん、思いつかない、うん、他のは何だろう。例えばシェンムーで、うん、あの缶ソーダを飲んだ時にこうカーッてクラッシュして、でそれで HD で感じる。じゃあそれで、それでなんかいまいちそのジョイコン の, その振動に対して俺は説得されてない。次いきますか。難しい、もうこれ最後、最後ですかね。最後ですかね。当たったんじゃないですか。はい、のりあきまさいさん、こんにちは、皆さんの初めてやったゲームって覚えてますか。僕は PS1 に出てた武蔵伝というゲームですかね。懐かしい、初めてやった武蔵伝って格ゲーだっけ。いや、プレスでの PS1 で初めてゲームプレイして若いですよね。若いね、まあ、そうですね、まあ、でも比較的まだね、結構本当に若い方もたくさんいらっしゃるんじゃないですか。なんで、うん、まあ、それはいいけど、ともかく初めてやったゲーム、うん、初めて僕多分ファミコン5歳の誕生日にもらって書いてるんだ、ね、そう書いてる、スーパーマリオブラザーズをやったんだけど、実際はねその前に親父と一緒にパソコンでラリーというそう、親父がひどいやつ、そうそうそう、それをよく親父と一緒にやってた。エロ系のエロアドベンチャーゲーム、そうお父さん悪い人だね。それはお父さんと一緒にやってたんだけど、本当に自分で買ってやったのはマリオ、マリオ、うん、覚えてる。僕多分スーパーファミコンのヨッシーのゲームかな、ヨッシーアイランドだっけ。あ、うんうん、ありがとう。それなんだ、うん、持ってたの。いや、友達ん家で遊んで。どういう影響、どういうこう反応でした。僕、反応、興奮しました。興奮したと思う、すげえ初めて遊んだゲームだから、やっぱ興奮しました。だからその日からずっと、その日からゲーム愛が始まった。その日からずっと友達ん家、学校帰り行ってっていう遊び、うん、遊んでましたよ、うん、でそっからさ、その本当にゲーマーになるまでギャップあった。それもそっからもずっとゲーマーだった。あ、でも基本的にはずっとゲーム遊んでた気がする。何よ、1年姉ちゃんがね、小さい頃あのシンクレアスペクトラムという、はいはい、昔の ZX、 そうイギリスのゲーム機なんですけど、レインボーカラーがテーマ、カセット、本当にカセットというテープの意味のカセットからロードする古いやつなんですけど、それです。あのどうやって姉ちゃんの手に入ったか全然わかんないけどセイバーウルフというゲームと、ホリス・ゴーズ・スキーイングというスキーゲーム、スキーゲームってゲーム、棒人間みたいなやつ。そうだから何でもあのゲーム機だったらすごいなんかシンプルで、あとゴーストバスターズあったんだけどね、最初に遊んだゲームではないです。最初に遊んだ多分セイバーウルフかな。すごく操作難しかった。ジョイスティックってやって、うん、PC のジョイスティック、 PC のジョイスティック、まあ、PC とか、はい、あたりのジョイスティック系じゃん。あたり、あのケーブル使うやつ、ね、そう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 、なるほど。
じゃあ僕最後、はい、僕もね基本的に多分友達ん家でやったのが最初なんだけど、どれかは覚えてない、うん、だから自分が持ってたっていう意味では、はい、僕はだからファミコン買ってもらえなかった哀れな MSX 少年だったから、ね、MSX2 プラスっていうモデル、ソニーの一番末期に出たやつ持ってて、でそれにで買ったソフトがどれが最初か分かんないけど、はっきりと覚えてるのは、まあ、当時コナミだよ。コナミは MSX でゲーム作ってて、まあ、メタルギアとかも MSX だったわけ、はい、そうだよね。だからコナミのゲームパッケージが、ミニゲームがいっぱい入ったやつがあって、その中ではっきり覚えてるのは、いろいろなゲームがあったんですけど、レースゲームとか、あのね、右と左からあの流しそうめんワンコとかでが出てきて、こうやって食べ続けるゲーム。そんなゲームあった、ね、あったんだ、面白い。で、本当右左右右ってタイミングよく押すだけなんだけど、たまにね餅が流れてくるの。餅を食ったら喉詰まらせて少しあのスタンス。ああなるほど、面白い。取らない方がいいんで。取らない。取らない方がいい。するするする。それをやってた記憶があるんだけど、このゲームみんな覚えてるかな？覚えてる人はタイトル教えてください。コナミさんの HD リメイクを、ね。そう HD リメイク。で、俺はもしかして、VR 版もしかしてやっぱここで俺のロマンが発揮されるのは。もしかして小島作ってたかもしれないと。ああ、俺の最初の小島ゲームがそれだったかもしれない。面白いな。でもさ、よくわからないのはファミコン買ってもらえないけど MSX は買ってもらえるって、なんで？それはねやっぱり値段の違い。当時ね結構値段はむしろ高いから。なんでじゃあ。倍以上するから。倍以上する。よくある話だけど、うん、まずファミコン買うっていうのはさ遊びじゃん。パソコン買うって遊びじゃない。ああそういうことか。なるほど。よくある。使ってます。でも遊ぶんだよ。なるほど、ね。おにしてそのパソコン買ってもらってファミコン買ってもらえない人は親がね教育的だからそういうことあるけ ど、結局ゲームしかしなくなっちゃってっていうことで、なんか普通のファミコン買うやつよりもオタクになるみたいな。なるほど。結局ね自由にさせた方がいいと。そうですね。ちなみに何歳だったそれプレイする。小学2、3年かな。あじゃあ結構もう。8歳ぐらいになってんのか。そうだね、だってすでにみんな友達んちではファミコン持ってるぐらいだから、親が買うじゃなくて俺のために買ってるから。結構後なんだね。そうそうそう、自分のマシンとしてもらった。なるほどな。親はゲームとかやらなかったから、ね、はいはいはい、自分のマシンとしてもらったのはセガマスターシステムですね。ファミコン買いに行ったらダブルドラゴンのがマスターシステムにあって、あもっと良いバージョンだから。そうなんだよね。だから子供はさ そっち行っちゃったの、うん、バカだからさ、なんか一ついいゲームあったらそれ買っちゃうんだけど、本当はよく考えたらさ将来性とかさラインナップはさ、ね、ファミコンの方があるのに、はいはいはい、みたいな、まあね、俺もだからスーファミかメガドライブにするかって時に、当時そのヨーロッパにはストリートファイター2が同梱されたメガドライブがあったから、うん、おメガドライブはストリートファイターあるとメガドライブじゃんって思ってスーファミは普通にあるからそれ騙されちゃうんで、そうそうそう、結局スーファミしたけど、メガドライブ版 よかったよ。いやでもスーファミの方がいいっしょ。いや難しい、難しい、結構違うよね。移植の元データが違うはず、うん、メガドライブの方が後だから、多分メガはダッシュだっけ、うん、そうスーパーストリートファイターズダッシュが、あダッシュがあとハイパーバージョンもでもなんか違ったよね。フィールちょっと違う、フィール違った。いや実際にアーケードのどのバージョンをリメイクっていうかポートしてるかは違う。でも複数の移植出たやん、出たスーファミは。その後出たっけ。何回も出たよ、ターボとかさ。ということで今週のしゃべりすぎゲームでした。皆さんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。いつでもぜひぜひ質問とかコメントとか欲しいのでぜひ、うん、と、ね、来週までにちょっと敬語を勉強しますので、敬語を勉強して敬語からスタートします、はい、来週からは敬語になります。最後まで見てくれてありがとうございます。はい、来週まで、バイバーイ。